ハロー、エイジアルバートです。カリフォルニアのティム・カートメルのブラックベルトだ。カウキャッチャーテイクダウン、そしてレスリングタイアップからのテイクダウンを紹介するよ。まずは相手のディフェンスに対するフォローアップ。カウキャッチャーはシンプルなテクニックで効果的だ。レスリング、柔道、そして柔術でも使えるよ。グラップリングであればこれを使って相手を倒すことができる。そのままサブミッションでつなげて試合を終わらせよう。かかとを上げ相手の足にかける。もう片方の足を上からかけトラップ。相手がポップアップするのを感じたらすぐにステップ、肘をロールバックして強力なプレッシャーをかけよう。